女優の小沢まじゅ、小沢まじゅさんは、2023年現在結婚していて子供を持つ母でもあります。そんな彼女の旦那は司会でモラハラがやばいと言われていますが、本当なのでしょうか。また、結婚後は以前より姿を見る機会が減りましたが、2023年現在の様子が気になりますよね。これらに加え、子供たちについても調べてみたのでまとめてご紹介します。小沢まじゅのプロフィール。愛称、不明、本名、土方のり子、出生名、生年月日、1977年、昭和52年、1月3日。身長、164センチメートル。出身地、東京都。最終学歴、東海大学附属防生高校。所属事務所、ボックスコーポレーション。目次、小沢まじゅの旦那は司会でモラハラ夫。小沢まじゅ、結婚後の現在、2023。小沢まじゅの子供たち、小沢まじゅの旦那は司会でモラハラ夫。小沢まじゅさんは2014年に結婚しています。結婚した旦那にまつわるエピソードをご紹介しましょう。旦那は司会、2014年1月31日に女優の小沢まじゅさんが一般男性と入籍することが発表されました。お相手は司会師の男性で、年齢は8歳年下の29歳と伝えられたのです。8歳も年下の男性と結婚できるなんて、さすが美人の小沢さんですね。夫は結婚当時は都内クリニックに勤める勤務医でしたが、その後自身の歯科医院をオープンし院長を務めています。年下夫との出会い、夫が8歳年下ということで、かなりの年の差夫婦ですよね。また夫は芸能関係の職業に従事しているわけでもないことから、二人がどうやって知り合ったのかが気になります。調べてみると二人は友人を介して知り合ったとされています。何でもロンドンバスに乗って都内を巡るバスパーティーという変わったパーティーで出会ったそうです。いかにもお金持ち同士の出会いといった印象ですね。その場で連絡先を交換した二人は、速攻連絡を取り合い翌日には交際がスタートしました。先に惹かれたのは夫の方だったようで、彼が熱烈なアプローチしたのだそう。若い頃からきっとモテモテだったに違いない真珠さんですが、年下と付き合うのはこの時が初めてでした。そのため、彼のやることなすことすべてが可愛く思えたと言います。二人は2年ほど交際を続け、2014年に結婚に至りました。旦那のモラハラを語る、年下の歯科医師と結婚とは羨ましい話ですが、実は二人には離婚危機が囁かれたことがあります。その理由は旦那のモラハラにあるというのです。一体どういうことなのでしょうか。モラハラ説が囁かれるようになったのは小沢さんが2018年にダウンタウンデラックスに出演した時のことです。夫が決めたルールのため、夕食はすべて手作りで3品以上を毎日作っていると明かしました。すべて手作りというのは文字通り、すべてのようで、ある時小沢さんが仕事で忙しかったため買ってきた漬物を切って出したところあまり食べてくれなかったそうです。また、納豆と卵を出す時も、卵を割ってから出さないと、割ってないよね、というなどダメふぶりは止まりません。極めつけは、鍋から物をよそえない事件、でしょう。ある時小沢さんが出かける時に鍋にカレーを作って行ったことがありました。帰宅したところカレーが残っているのでなぜかと尋ねると、カレーをよそえなかったと答えたというのです。鍋からカレーをよそえないとは、もはや意味不明ですよね。小沢さんは妻というよりは召使いのようでかわいそうです。
このモラハラ亭主関白ぶりには、番組の共演者や視聴者からも批判が寄せられました。そして、夫批判や小沢さんへの同情がついには離婚説にまで発展したのです。翌年に出演した、二軒目どうする、つまみの話、ではこの亭主関白の夫のため、毎日子供用と夫用の2回夕ご飯を作ることも明かされました。仕事もしながら家庭でもこれだけ完璧に家事をこなすなんて、小沢さん偉すぎます。小沢さんは夫のモラハラぶりにも耐えているようですが、かなりストレスが溜まりそうですね。小沢真珠、結婚後の現在、2023。以前はテレビで見かけることの多かった小沢さんですが、結婚した頃から露出が減ったイメージがあります。小沢真珠さんの最近の様子について調べてみました。2022年に自身のインスタに自撮りショットを投稿した小沢さん。新年の挨拶とともに、誕生日を迎え45歳になったことを報告しました。富士山をバックにした写真を見たファンからは、年齢に驚いた、相変わらず綺麗、美貌が増してます、優しい顔、などの反響が寄せられます。家事、子育て、仕事と三足のわらじを履いて忙しく暮らす結婚後の真珠さんですが、美しさは健在のようです。仕事に関しては2023年の出演情報を見ると、愛憎警視庁、心理分析捜査班、堕落 JK と廃人教師、何かおかしい2、さらば、不可避、三振花火、などのドラマ出演があります。バラエティ番組などに数多く出ていた以前ほどではありませんが、今でも女優として活躍を続けているのです。2023年にはドラマのロケ現場で自撮りされた写真がアップされました。容姿が昔と全く変わらないのはさすがですね。小沢真珠の子供たち、小沢真珠さんには2人の子供がいます。2014年に結婚を発表した小沢さん、発表当時すでに妊娠していることも明かされました。その後、同年の8月28日は第一子となる女の子が生まれています。結婚が発表された時には9月中旬に出産予定とされていたので、予定より早めに生まれたようですね。その後2016年6月には第二子の妊娠が発表され、10月26日に2人目の女の子が誕生しました。子育てに関しては、怒らずに好きなことをさせる、ことをポリシーにしています。とはいえ小沢さんは一族に大学教授も持ち、旦那も司会ということで勉強には力を入れてそうですね。娘たちの成長の様子は小沢さんのインスタで確認できます。プライバシーに配慮して、顔や名前は隠してありますが、親子で楽しそうに過ごす様子が素敵です。仕事もしているので忙しいに違いありませんが、子育てにも手は抜きません。2021年に長女が小学校に入学した際には、入学グッズを手作りしていました。可愛らしい絵柄の布で作られた巾着袋にはそれぞれ、体操着、運動靴、などのタグが付けられていて、子供でも使いやすそうです。小沢さんは結婚後料理を頑張っていることが明かされていますが、裁縫も上手なようですね。子供たちへの愛情も感じられ、とても素敵なママだと感心してしまいます。